それとかまあ親父がまあ警察官でしたからね、あまり休みないわけだ。だけど花火大会の時は交通整理なんかしなきゃいけないね。だから一緒に連れていくってわけだ。で一番いい席取れるわけ。これ得したよ。花火大会の時は親父がね連れてってくれたな。んで、そうしたらここ動くなよっつって、いい場所を確保してくれてね、親父はね。いわば俺のコンサートは SS 席ぐらいですかね。そこにちゃんとこの、座ってね、見てましたね。あとは、よくまあ、親父がですね、一年に一回俺にやってくれたことは、まあ、夏、忙しい親父だったからね、正月でも非常招集がかかってくれば警察官なんてのは本当にね、仕事としては理に合わない仕事でね、昔、今よりもね、今はもっと給料もらえるのかな、昔やっぱり地方の警察官なんてのはね、本当に、現場の、刑事さんなんていうのはもう本当大変な仕事だったからね、非常招集かかれば行かなきゃいけないんだから、朝もう徹夜しようが何しようがね、だからほとんど親父いない。だからたまの夏休みに、子供にしてあげられることといえば何だろうって親父が一生懸命考えたんだろうな。親父は車の免許を持ってなかったわけ。当時 125cc の、でっかい、まあ、俺にとっちゃでっかいバイクだったな、あの頃は。重い黒いバイクよ。おじさんが乗るバイクだよ。今みたいにかっこいいスクーターとかあんなんじゃないの。やたら重い、125cc のバイクのね、荷台に俺を乗せてですね、指宿の宮ヶ浜っていう海水浴場まで俺連れて行くんだよ。当時1時間ちょっとかかったのかな。それでひとしきり泳ぐじゃない。で、親父は種子島出身だからね、俺が小さい頃もう海でもどこでも素潜りしてね、長ラメって貝ですね、いわゆるあれを取ってくれたりね、ほいでここ魚がいるぞっつって森で突っついたりとかね、一緒に潜るんですよ。で、親父は俺が疲れると親父のでっかい背中にね背負ってくれるわけ。そのまま平泳ぎしていくんだから、ほんで潜るぞーって、そのままボコボコボコって、苦しかったら肩叩けって言うんですよ。で肩パンパン叩くとバーッて上に、まあそれぐらいたくましい親父でしたよ。それでね、帰り疲れるじゃない、ひとしきり遊んでさ、だから日頃時間ないもんだから、一生懸命親父としては俺とスキンシップを図りたかったんだろうね。ぐったり疲れて、もう親父もぐったり疲れるじゃない。で途中宮ヶ浜の海岸でちょっと休憩しようっつってね、でバイクから降りて、親父がねタバコ一服吹かしてるんで、その背中がなんとなく今で覚えてんだわ。ずーっと遠く海の向こうずっと見てんのね。じゃあ行こうかって強し言ったら、柔道五段でしたからね、黒い帯を柔道の五段の帯あるじゃない、あれをですね、その単車に俺を荷台に乗せて、俺はこっくりこっくりもう疲れて寝ちゃうもんだから、親父がそれをね柔道の帯でですね背中にまあおんぶしてっていうかな、しっかり結びつけて、それで 125cc の黒いバイクでその家まで帰るわけですよ。まあ今思ったらすごい光景でしょこれ。子供をですね、この柔道の帯でですね自分の背中にグッとこう締めてですよ、それで家まで帰るわけだ。で途中雨がバーッ、今でも記憶残って降り出してきてね、で俺はもう寒い、震えてるわけよ。で親父のでっかい肩を、胴をねちょっと掴んで、父ちゃん寒か、気張らんか、もちっとじゃがなんて言いながらね、途中親父はほら警察官で顔広いじゃない、で小さなバーンが通ったわけ。あ、長渕さんの子供さんですねって、はいって、雨降って大変ですから乗せていきましょうかって言うのよ。じゃあお願いします。父ちゃんいかん、父ちゃんいかん、おや父ちゃんの背中がよか、こう言ってね、親父の背中にギューッと、ね、いつまでもねしがみついていたかった。これ今でも本当覚えてますね。そんな親父も年を取っちゃってね、この前脳梗塞なんか倒れやがって、バカ野郎、本当に食うなっていうのに食うしね、面白い親父ですよね。まあそんな親父、だんだんそんなたくましいね親父の背中も小さくなっていく今日この頃だけどもね、やっぱ思い出としては俺の中の親父、おふくろってのは偉大なもんです、大きなもんです。そんな背中を見て、まあ今の長渕がいるわけですけどもね。親父聞いてるかお前、元気ですよ。12色のクレバス、ちょっと聞きましょう。